尽くして頑張ってまいります。これからも暮らしを守る県政、市政、国政を作るためご一緒に力を合わせてまいりましょう。さて皆さん、今日の夕方にも安倍自公政権は日本の若者を戦場に駆り出す戦争立法を閣議決定をしようとしています。日本共産党はアメリカと一緒に戦争するこの企てに全力を尽くして阻止をするため頑張ってまいります。どうかご一緒に力を合わせてまいりましょう。まさに今、戦後日本の政治が大転換を迫られる、国の在り方が問われている、そういう時代になっています。安倍首相は歴代政府でもしなかった憲法9条の下での武力行使に道を開こうとしています。その名目、テレビでは集団的自衛権の行使という言葉が踊っています。しかし皆さん、この集団的自衛権とは何でしょうか。自衛とついていますが、日本の防衛とは全く関係がありません。日本に武力行使が及んでいなくても、アメリカが必要だと認めれば、世界のどこにでも集団的自衛権だという名目をつけて自衛隊を送り出して戦闘行為に参加をする、これが安倍首相が進めようとしている事態です。日本共産党は戦後、国民が汗と涙を飲みながら作り上げてきた憲法9条を守る、戦争を絶対しない、この作り作りに絶対に逆行させることはできません。日本共産党は憲法9条を守り、戦争する国づくりを許さない、そのために全力を挙げて頑張ってまいります。皆さん、日本は憲法9条を持っている国として、これまでアフガニスタン戦争やイラクの戦争に自衛隊を派遣してきました。しかしその中では憲法9条を持っている日本だからということで、日本の自衛隊が武力武器を持つこともせず、世界の人々を命を殺すこともなく、また自衛隊員も命を落とすこともありませんでした。しかし安倍政権が進める戦争立法はこの歯止めを外し、自衛隊が戦闘地域に行って米軍の戦争に支援をする、その仕組み作りを謳っています。武器や燃料の補給は軍事作戦の要となりますから、最も攻撃を受ける、その戦闘行為に巻き込まれる、そういう事態になりかねません。戦闘立法はさらに紛争地域での治安維持活動に自衛隊を送り、武器の使用の基準を自己防衛の範囲から任務遂行に拡大をしようとしています。アフガニスタンでは治安維持を活動で3000名を超える死者を出しています。これは相手側から敵だとみなされ戦闘行為に発展したからです。しかも今回の戦争法案では、この戦争の参加について時の政権が勝手に判断ができる、国会の事前承認も必要がない、まさに世界のどこにでも無限定にどんどん広げることができる、そういう危険極まりないものです。日本共産党はアメリカと一緒の戦争する国づくり、日本の若者を戦場に駆り出すこの戦争立法に命を懸けて全力で戦ってまいります。皆さん、今野中宏さんや古賀誠さんなど自民党の元幹事長を務めた方が日本共産党の赤旗に登場し、戦争をする国づくりは絶対にいけない、憲法9条を守れ、こういう声を寄せていただいています。皆さん、まさに今日本共産党が戦争する国づくり反対、この論陣で頑張る唯一の政党になっています。ぜひ力を合わせていこうではありませんか。日本共産党は東アジアの国々が年間1000回もの会議を開催し、紛争を戦争にしない、その努力を受けて北東アジア平和協力構想を提唱しているところです。憲法9条を生かした国づくり、ご一緒に進めていこうではありませんか。日本共産党の政策や立場を書いた日本共産党の新聞赤旗、ぜひご購読いただけますよう最後にお願いをしまして、この場所での街頭演説を終わらさせていただきます。
どうもご清聴ご協力ありがとうございました。